はい。16対9の死角の中に生きる妖精です。はい。これは中西のモダンタイムスですね。モダンタイムス。はい。紙風船です。はい。ね、こんなんですよ。この銀色のね、丸の中央に穴が開いておりましてね、ここに息を吹きかけてね、膨らますわけですよね。口つけなくてもね、膨らむもんですからね。まあ、つけた方が早いですけど。ほら。楽しい。ふわふわしてね。ほら、これ楽しい。跳ねる。うい、い、い、ちっちゃい時こうやってずっと遊んでましたね。この紙風船あったらね。一人でね。一人でね。一人でね、いや、まあまあ、友達はいましたよ。友達で外駆けずり回ってね、遊んでることもありますよ。でも一人で遊ぶことも多かったですよね。うるさいですかね。今ほど友達は少なくありませんでした。はい。昔は普通に友達はいました。今はまあ全然いませんけどね。おちっちゃい時、まああったんでしょうけど、他にもね。これで遊んでましたね。この七色の。はい。七色もないのか。五色か。六色か。あ、七色あるわ。七色ありますね。これです。本当これで遊んでました。このカラーリングのね、やつでね。で、このフグを見つけたんで、フグいいですね。うわ、ヒレがついてるんですよ。おおおおおおお、すげえ、おお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 
っかりヒレまでついてね。これ、ここ、これ、これも、これもヒレでしょ。これもヒレでしょ。ね。これで遊ぶのもったいないですね。うわ、気使うわ。めっちゃ気使うわこれ。面白いけど気使うわこのフグ。でこれタコかな。これタコですね。タコは10本足8本足8本足か。あ、ちっちゃい、ちっちゃいけど足がすげえ。うわ、足がややこしい。俺もだって気使うっていうか、あ、これはまあでもそこまで気使わない。フグは気使うわ。うん、これが一番遊びやすいです。無理か、かっこよく後ろでちょっと無理か。すいません。あ、41歳でも楽しいです、紙風船は。楽しかった。あ、もう一つなんかある。花火柄のこれは外になんかいろいろついたりはしてません。丸花火柄、ちょっと分かりづらいですけど ね、まあ、花火がドンと上がっている。まあ音もそれっぽいですよね。な、連想させますね、花火をね。もういいんじゃないですか。もっとこんな細、こういう風に細かいんじゃなくて、もっとね、もう一面にブワッとねっていうのが良かったかな。まあまあ、花火って書いてあります。2個でやってみましょうか。ああ、もう失敗だ。なかなかね。はい、すいません。待ちことで、はい。まじまじじゃ、まあ、じゃ。
まあじゃあ。